吉田さんのその教習所の話を聞いて、あの100人の島の話を思い出しましたね。まあその島には100人しか人が住んでいなくって、だから警察も病院もないらしいんですよ。でそこでは交通事故が起きないらしいんですよね。なぜなら交通事故が起きたらもう病院もないし、現場検証する警察もないから、もう町の人だけで解決するしかないんですよ。ですんでその100人の人は本当に周りの人のことを思って車も運転するし、道も歩くしみたいな感じで、常に譲り合いみたいなんですよ。で不思議と警察や病院が充実してるところでは、警察や病院がひっきりなしに働かないといけないぐらい忙しいんですよね。まあ、つまりは思いやりがなくなってきてるのかなと思います。で思いやりっていうのは、昔長渕剛さんがドラマの中でインディアンが持ってる軽い槍ね、槍ですよね、軽い槍の反対は何だっていうふうに答えさせて、あ、重い槍だなっていうことでね、重い槍みたいな、そんな名シーンがあったわけですけども、その重いっていうのはまさに相手の心をおもんぱかるって書きますよね。だから大変に心っていうのは我が田んぼの心なんですよ、自分の気持ちなんですよ。でも相手を思いやるっていう言葉がなんで相手辺に心って書くのかっていうとね、やっぱ相手の気持ちはどうなのかなっていうふうに考えてやることなんですよ。まあですんでね、先ほどみたいに、いや久保さんもね、母子家庭になってみりゃいいんだとかね、うん、で里親にもでもなってみないと分かんないよっていう言葉ってのは、明らかに私にダメージを与える言葉なんですよね。つまりは思いやりの反対なんですよ。相手の人がこの言葉を投げかけたら、もう言葉に詰まるだろうな、困るだろうな、苦しむだろうなっていうことを意図して投げかける言葉なんですよね。だから私は言わないことがあるんですよ。それは私の立場から、いやお前も金持ちになってみろよとかね、いやお前もなんか自由人になってみろよとかね、お前もなんかナイト2000乗ってみろよみたいなね、いやこれはやっぱりね、相手の人がものすごく嫌な思いをするだろうなと思うんですよ。そんな簡単に金持ちになれるんだったら、なりたいよみたいなね。だから慣れないことをふっかけていくのは良くないなというふうな私の思いから、言葉を選んだりとか、どういうふうな角度でボールを投げれば受け取っていただけるかなってことを想像するんですよね。でも想像しても、うん、所詮想像なんで外すことがあるんですよ。というよりも外すことの方が多いですよ。だけども外せば外した分だけ、また新しいボールを別の角度から投げるしかないかなと思ってるんですね。うん、まあそういうことなのかなと。いや私はいろんなね、痛いボールをね、相手を攻撃する、要するに私を攻撃するために投げてくる人はいるんですよ。でも私はね、特定の人を傷つけようと思って、もしくは論破しようと思って何かを投げかけることはなくって、励ましたり鼓舞する意味で、ケツを叩く意味でね、望む人にやることはありますけども、期限を設けたりとかね、うん、それから、まあ、追求してどうなってるんですかみたいな感じで言ったりとかね、それはでも相手の進歩とか成長を望むからやるわけであって、その前には前提として久保さんにね、厳しく言われたいっていう、その信頼関係があるからなんですよね。相手の顔も名前も分かんない人に対してね、そんなことはしませんし、それからそういう人たちから匿名でね、責められる覚えもないなっていうところはありますけども、でもそこでもう一歩私は思うのは、まあ、人の本性ってのはまずはそういうところにあるなと。自分が正しいんだけども目の前の人が間違っていて、目の前の人は自分の立場にいないから分かんないみたいなね、うん、でもそうなったら世界中から思いやりが消えるんですよ。家族を亡くされた人っていうのはたくさんいますよね。でそういった人が集まって家族会みたいなのを作ると思うんですよ、遺族の会みたいなの。でそこにね、家族を一回も失ったことがない人が参加しちゃいけないんですかってことになるわけですよね。まあ、そんなことはないですよね。やっぱりこうそれぞれの立場から見えるものが違ってる以上、違った人から自分とは違った考えを聞くことによって、その違いが埋められたりするんですよね。もちろん伝え方はお互い気をつけないといけないし、受け取り方もお互い気をつけないといけないと思いますけども、それが歩み寄りってもんだと思うんですよね。うん、だからなんかね、譲り合いとか思いやりって本当に素晴らしい発明だなと思いますね。人が何かトラブルを長引かせるとしたら、譲り合いとか思いやりがなくなるからなんだと思いますね。戦争に行ってもね、ミサイルを撃ったらどうなるだろうかとか考えて撃てないですよね、さすがに命令とは言っても。
だからきっと前線に送られる人って、この攻撃をしないとお前がやられるぞとか、お前の家族がやられるぞっていうふうに散々パル吹き込まれないと、正常な精神を欠落させることってできないんで、まあ相当こう洗脳教育っていうのを行われるんでしょうね、きっとね。だからね、まともじゃない、できないですよ。なんかビルを攻撃したりとか、爆発物をスイッチオンしたりとかね、それこそ核兵器のボタンを押すなんてこと、これ尋常じゃできないですから、相当精神状態を異常なところに持っていかないといけないでしょうね。あ、それに比べたらね、それに比べたら何でもそうですけども、それに比べたらちょっと頑張ってね、 YouTube で発信したりとか、ビジネスして投資をしてお金を儲けるっていうのは、本当なんかほとんどの場合公式通りにやればできることなんで、まあ一歩でも二歩でもそこに近づいてもらいたいなと思いますよね。まあでもどんな時でも、ビジネスでも投資でも何でもそうですけども、なんか思いやりがあったらいいですよね。あのパソコンのキーボードって思いやりがすごく込められてるような気がするんですよ。キーボードの大きさがね、思いやりがない人が作ったら、一つのキーボードがこんな大きさだったりね、とてもじゃないけどタイプできないよみたいな、キーの配列ももう点々バラバラみたいな、そしたらキーボード買うたんびに配列が違うからできないみたいなね。あと価格ですよね、手に取れるような価格で設定してくれてますよね。だからキーボード一つ取っても思いやりの塊なのかなって。そう考えたら、商品って思いやりがないと作れないし、ユーザーのことを考えてないとね、ただ儲けたいがために作ってるんじゃなくて、やっぱり使っていただく人のために作られてるところがあったり、思いやりが込められていて、電気も思いやりですよね。暗いところで人が過ごさなくていいもん、いいように発明してくれた人がいるんですよね。で、その発明を後世に引き継いでくれる人がいる。全部ビジネスは思いやりなんじゃないかなと思いますね。だから私たちも思いやり返し、何か商品をもらったりサービスをもらったら、ありがたくお金を払うっていう思いやりを相手に届けたいですよね。値切ることなく、けじることなく。それじゃあ FX オリガルヒは今日と明日35万円でございます。いってらっしゃい。